島アントラーズは次の試合から代表4人が抜けます。ホーム鹿島に迎える相手はジュビロ磐田。チーム初の5連勝で波に乗ります。今日は怪我でドゥンガがいないという状況になりました。そうですね、ジュビロ本当にね、痛いなっていう感じですね。鈴木、田中が前、かなり今日本当に簡単にトップで出てますよね、はい、中山から出た永見チャンスになる、シュート、あっと岡田突っ込んでくる、永見の素晴らしいシュートでしたが、これはバー、はい、奈良橋が肘で倒しました。永見、永見も右の足首を痛めて、おっとチャンスだ、チャンスですね、清水は打てない、中山から本田がね、まずカバーしましたよね。今ボランチの本田がラインに入ってカバーに行きました。攻め込むアントラーズにカウンター気味に対抗するジュビロです、はい、30分も過ぎましたがまだ得点がありません。チャンス、打った、打ち上げる、これはチャンスでしたが、今のもね、決定的でしたけどね、はい、よくね、バックは滑ったと思うんですよね。あれね、滑ってなかったらもっと余裕を持ってゴールを狙ってたと思うんですね、はい、今鈴木でしょうかね。んまたチャンス、マジーニのポスト入ってきた、ビスマルクシュート、黒崎、黒崎のシュートは正面でした。はい、コース今の一つしかなかったと思うんですよね、はい、再三こちらのサイドでセットプレーのチャンスが続いています。これは入れて誰かがヘディングか、低いボールだ、キーパー止めました。尾上、もうちょっとね、外側を狙ったシュートだったんですよね、はい、またコーナーキックだ、ジョルジーニョ、ここで前に張ってるのは七海です。七海からサイド出ればチャンス、清水、逆サイドですね、清水、逆サイド出ましたね、逆サイドだ、逆サイド、中山、あ、一つ長いした、ちょっと長かったが中山、さあ入ってきた、クロー、相馬がよくカバーを入れました。首位攻防らしい戦いが繰り広げられた。王者アントラーズの猛攻をしのいだジュビロの集中力が光る前半だった。しかし後半に入ってもアントラーズの勢いは衰えない。まあ、アントラーズも点が取れないということになってきますと、フォワードの選手は真中ですとか長谷川ですとか抱えてますから、はい、また途中で交代を、ね、してくるということになると思うんですが、まあ、マジーノにしてもね、はい、黒崎にしても高さを持ってるんでね、はい、サイドから簡単に貸し上げてもいいと思うんですよね。さあ今度はそのサイドの相馬です。黒崎とマジーノ、相馬が抜いて、相馬深かった、相馬クリアされました。マジーニョ、ジョルジーニョ入ってくる、ジョルジーニョシュート、読まれてますね、はい、コーナーキックです。まあ、とにかくアントラーズのサイドからの攻撃のボールがですね、ちょっと前で引っかかってるように思うんですよね、はい、ですから一番遠くまでまず入れてみて折り返してシュートと、はい、いうことも考えていいと思うんですね。ビスマルク、ジョルジーニョ飛び込んできた、チャンスのシュート、先制ゴール、黒崎、こぼれ球に合わせました。なんか3人で本当に押し込んだようなシュートだったですね。最後は押し込んだ。後半の6分、ついにコーナーキックからアントラーズが先制しました。黒崎、今シーズンこれで6ゴール目。ここで3人いたんですが重なって、ちょっと触ったんですね。飛び込んできた黒崎、最後打ち込みました。柳沢強い、かわしていって右、あっと自分で突破する、マジーノが来た、マジーノ右がフリーだ、マジーノ自分で打った、ポストクリア、マジーノのシュートはポストに当たりました。ジュビロ助かりましたね。
ここはチャンス、鈴木流してます。七海からうまく出た清水、チャンスだ。いや山西クリーンになった、中山シュート止めました。ナイスキーパー、決定的な当選の場面。中山、アントラーズの方は柳沢に代えて長谷川を入れてきました。布部、布部上げた、クリア、鈴木、これは鈴木のファール。マジーニョ、マジーニョ抜けた、チャンスだ、長谷川フリー、長谷川シュート、追加得点はアントラーズ、ロスタイムに入って交代の長谷川が決めました。2点目、勝負を決める2点目です。本当にね、選手今日がズバリ当たった感じですよね。もう残り時間が少ないところでこの長谷川を起用してきて、そしてこの一発で取った、はい、マジーニョがよく抜いて、これ長谷川もよく見てましたね、いいコースに打ちました。まあ、ワントラップしたんでね、はい、タックルに合うかなと思ったんですけどね、はい、アントラーズが圧勝、王者の貫禄を見せつけた。しかしジュビロは敗戦の悔しさの中にも確かな手応えを感じていた。うちは首位になってもね、その